はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックスシージのマルチプレイ、カジュアルでやっていこう。エレフォード基地、エリア確保。前回結構調子良かったので、今回も、ポンポンと、いけるようにしたい。さあ、じゃあ今回は、スレッジ君を使っていこう。このハンマーを使ってね、壁を一気に破壊できる。彼。グレネード。バイオハザード物よ質し、をまっ見つけた。ろ。攻撃側か。ここはベータでもやった。レス、ここから入って。ここはそんな広くないというか、そこよにく敵やっがいる。た。バイオハザード物質の位置を特定した。こっちにある。おおおおおお。スル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 。どっかいいところ、どっかいい仕掛け場所は。よいしょ。突入まで10秒。とりあえずここにいよ。敵の位置が判明。5秒。どんどん補強してるな。バイオハザード物よ質のし。確保に向かえ。まずはあれを。味方が破壊した。どうしようかな。あら、ここ補強されてるね。いっちゃっちゃう？オッケー。Do it。届け物です。グラブを投げる。あ、味方のガジェット。ちょっと待てよ。なるほどね。敵だ。脅威を排除しろ。容器の確保を中よし。断しろ。脅威を排除してから容器の確保を中断しろ。よし、やった。ヘッド。結構ダメージ食らったな。あかん。引いて。よし、味方がいる。助かった。あれ、助けてもらえる？ありがたい。容器を守れ。入ろう。よ、確保できてるよ。来るか。よし、勝った。よくやった。確保 OK。 バイオハザード物質を確保した。とにかくね、これは確保すればいいので、敵のキルもいいけど、さっさと確保しちゃえばもうこっちの勝ち。よく攻撃側が処理できた。じゃあこっちは、じゃあ、あれ、バンディット前回使ったっけな。毒使おう。毒、毒の MP5 のリボルバーの有刺鉄線。部屋を死守。さあ行ってみよう。ここは1階か。シンプルな1階。鉄線を引きの発見されたな。敵部隊のドローンが発見された。ここはそんな広くないからね、ドローンがね、簡単に。おお、たくさん入る。2つ壊した。でこっち補強しちゃおう。毒はね、味方の蘇生が瀕死状態だとできるから結構貴重。どっかにドローン仕掛けたり、仕掛けてあったりする。残り5秒。敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。さあこれだからな。こっち閉じるか。バリケードをセット。これがね、蘇生できるスティームピストル。防犯カメラ。おっと、バレるか。こっから足が見えたりは
た一人やった。おっと味方やられた。ちょっとまずとどまるかここで。あ、盾がいたぞ今。あ、やった、ナイス。味方一人ピンチだな。おお、まだやる。おっと、壁をかち割っては来ないか。味方、こっちの味方がやられたか。オペレーターがあと一人残っている。こっちじゃないの、違う。さあ、あと一人ならもう借り立てよう。よし、勝った。こちらの勝利だ。防御も勝利よ。ねえ、うまく連携取れてるよ。攻撃。ではもう一回スレッジハンマー、ハンマーブロス、スレッジ使っていこう。 SMG もね、弾は少ないけど装備できるからお役に立てるかな。ちょっとブリーチングチャージ持っていこう。バイオハザードブリーチ、さあ始まった。パッパッと見つけちゃおう。上の方の階にあるとかけよう。お、当たった、当たり。危ない危ない危ない、ダメだよ、壊しちゃダメだよ、壊しちゃ、壊された。とりあえず目標を発見した。ドローンをバンバン壊してくるね。お、壊された。あ、あと一人だけだ。あ、壊された。全部壊されちゃうとこうなる。突入5秒前。バイオハザード物質を発見した。来た。移動しろ。上の階ね。とりあえずラベリングかな。おっとっとっと。あ、トラップあるな。味方一人やった。クラスターチャージ音。盾の音がしたな。盾かな。いや待てよ。カモン。おっと、トラップがある。目標見えてるけどな。目標は見えてるんだが、味方入ってる。入ろう。おっと、うわー、タチャンカか、タチャンカ。容器の確保を再開しろ。見てたか。オペレーターはあと一人だ。だけどもあと一人。そうだ、味方まだ3人いるぞ。お、盾がじわ、お、あれ、盾はやられたけど勝った。完全勝利だ。いいね、完全勝利。というわけで今回はスレッジとあと誰だっけ、毒をちょっと使ってみた。あまり特徴がある攻撃できなかったけど、かなり平凡。じゃあ次回また頑張っていこう。今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。